思ってたより天気も悪かったし寒いし、僕が知ってるカリフォルニアではなかったかなっていう。最後の週にやっとカリフォルニア、やっと予定通りに乗り込みトレーニングができたかなっていう感じでした。まあでも予定通りの、多分雨でも走ったし雪でも走ったまあでも日本にいるよりは全然乗り込みができたと思うし、トレーニングも、まあ、早いライダーも走れたし、まあ、来て絶対良かったとは思います。毎年少しずつ順位も上がっていて、トップ10も見えてきた、トップ10も見えてきたんじゃないかな。4年目だからもうやり方も分かってきたと思うので、だからこそなんか今までとは違うプラスやらなきゃいけないことなどなど見つけてくれたと思うんです。一番違うのはやっぱり自分が一番だって本当に心から思ってるかどうか。彼らは本当にスタートを並んだ時はそう思って多分スタートしましたから、ね、どんなレースでも、うん、だからトッチでも、まあ、目標は今年まあ12位なんですけど、そのコースの中一つでもいいから自分が一番だって思えるところを作るような走り、一番だ、あの中でもやっぱコースどこでもいいから一番だっていうところを作ればもっと自信を持って挑めると思います。実力的にもまあ世界レベルでいけるようになって、環境的にもまあ世界で一番いい環境にあるから、もう本当にあとは自分が自己暗示じゃないけど、自分があとは自信を持てばいけると思います。去年ランキング13で、まあ、雨の中で一桁に1回入ったんですけど、まあ、晴れで一桁入りたい。ランキングは12位、一緒に12位、まあ、全て去年より上回りたい。1級の車体も自分に合ってるんじゃないかなっていうフィーリングもあるし、楽しみです。開幕が日本に富田っていう速いライダーがいたんだよって、昔速いライダーがいたんだよって言われるぐらいの成績を残します。